抱き屋の土管。土管とは粘土を焼いて作った円管のこと。一般に土管と称されるコンクリート製の円筒物はヒューム管と呼び、土管とは区別される。工事現場で導水管として使用されるものはヒューム管がほとんどであり、土管は酸やアルカリを使用する液体を通す設備や排泄物を流す管に使われている。ただし、 それらのものも現在はほとんど塩化ビニール製のものに変えられ、粘土製のものはほとんど使用されない。様々な土管の礼拝水路や煙突等々に用いる。管同士を接続するため、ソケット、継手としての役割を持たせるように管の一方が、膨らんだ独特の形状をしている。素焼き状のものも、ある一方で、釉薬で仕上げてあって、艶があるタイプもある。 粘土を成形し、乾燥後、釜で焼成する。関係は様々で、6センチメートルほどのものからある。缶の色は主に赤茶色で黄色味のあるものから、焦げ茶色のものがある。古くは日本では、明治時代から、下水管用として調用され、一部は、昭和50年代頃まで中堅規模の雑排水の、下水管を中心としてに多く埋設された。現在では、 素焼き土管が、農地、宅地、運動場などの過剰な地下水を排除するための暗渠排水用の給水管として利用されている。陶器の一種であるため、強度、耐食性、耐薬品性に優れ、機能寿命が長い。中国で出土した最古の土管は、紀元前2100年頃のもので、河南省の平領大古城遺跡で発見された。城は、 四方が城壁で囲まれていたので、木内の排水用に、城門のもとに土管が使用された。長さ30から45センチメートルで、外側には城門などの文様がついている。真の始皇帝の時代になると土管と合わせ古代、中国では数少ない石管が使用された。関代にレンガに分類される戦管が多く使用され、東大には建物も線が広く使用され、 戦艦も同様で他の材質の土管の発見例はとても少ない。地中海東部のクレタ島のクノッソス宮殿から発掘された約紀元前3000年と判定された水道管に使用された陶製の土管が現在までのところ世界最古のものである。長さ76センチメートルで細口側に次の上下の橋を支えるやや突き出した粒がついている。その土管の中には道部に 取っ手がついていて、次の土管と互いに連結工事がしやすく工夫されたものもあった。1858年フランスのオットバイラーでライヒネッカーにより土管の機械成形技術が発明され、すぐに全欧州に普及し、やがて世界に広まっていく。海辺に放置されたコンクリート土管コンクリート製の土管が作られることが増えていった。コンクリート製は粘土製とは、 製造方法が異なり、型の中にコンクリートを流し込み、固まるのを待つ。大きさは様々で、大きいものではトラックが通れるほどの大きさのものもある。主に下水道管など、地中埋設用に用いられる。下水道内には硫黄を含んだ化合物が流れているため、下水中で硫酸塩還元細菌により、硫化水素が発生し、さらには水中から硫化水素が出ると、 今度は、硫黄酸化細菌により、硫酸が発生するために、コンクリート製の土管が腐食するという問題も起きている。また、酸性の排液が流れてもコンクリート製の土管の腐食は起こる。道路の元に埋設されている下水管が腐食し、崩れて道路が陥没する事故も起こっている。近年では思考のしやすさを考慮して、象形のものは、 高出演カビニル館で代用する場合も多く、その場合、不設後には周囲にコンクリートを流し込んで補強することも多い。幼稚園中庭に置かれた土管、藤子藤雄の漫画、ドラえもんや赤塚藤雄、おそ松くんなどで、市街地に空き地があり、土管が置かれている風景が描かれ、子供たちが野球などでそこで遊ぶ独特の描写が繰り返し描かれている。 このシーンは太平洋戦争が終わり昭和30年代から40年代に訪れた平和で牧歌的な希望ある日本の象徴として描かれている。戦争がなくなり将来に希望があり日本社会が進む楽園的な象徴として土管のある空き地が使用された。子供たちも含めた街のコミュニティが豊かにあり住民の広場としての空き地があって土管がある。 日本がまだ基礎インフラも十分にできておらず、下水道工事など土木工事を非常に盛んにしていた時代、空き地が市街地にもよくあり、そうした空き地はしばしば持ち主から借りる形で、下水道などの工事用の資材置き場として使われていて、そこには土管も置いてあることが多かった。そうした空き地はしばしば子供たちの遊び場になっていて、下校後あるいは休日に、 子供たちの遊び場となっていた。そうした光景は東京・小金井市にある江戸東京建物園の一角に再現されていて、太平洋戦争後の遊びによく使用された竹馬なども用意されている。土管屋は土管の設置及び管理のみを営む事業者のことを指す。この意味が通信事業者や携帯電話キャリアに例えて用いられることもある。通信事業者における土管屋とは、 キャリアが回線のみを提供し、端末やコンテンツは他社が提供するもの。水道の土管のみを整備し、中を流れる水は他社の収益となることになぞらえている。ありがとうございます。